はい、どうも、見つけ書評家の総帥ハッチーでございます。今回はね、まあ、名馬を語ろうってことで、3分じゃ今回絶対収まらないんだけれども、まあ、話題にもなっている下から塚記念の週にアップさせていただくという形でね、ゴールドシップについてね、話をしていきたいと思います。まあ、ゴールドシップといえばね、まあ、ウマ娘なんかでも人気になったり、まあ、今でもね、結構、その絵を見かけたりするんで、まだ人気続いてると信じたいんだけれども、まずね、あの血統面、まあ、メジロマックイーンもウマ娘に出てきて、その孫ってこともあって、まあ、その配合、父ステイゴールド、母の父メジロマックイーン、いわゆるステマと言われる配合がね、話題になったというところがね、一つ大きいと思います。これ話題になったのが、ステイゴールドの2年目の3区ですね、ドリームジャーニーという馬がいました。まあこれがね、まあ、その段階ではもう本当に、メジロマックイーン産駒の繁殖牝馬に、まあ、期待度も低いからそんなに期待されて繁殖にしたわけじゃないステイゴールドをつけてみた、2年目のね種牡馬をつけてみたというところだったと思います。ところがね、このドリームジャーニーが朝日杯フューチュリティステークス2歳王者になっちゃったんですね。クラシック路線でも勝てないまでも掲示板クラスの活躍をし続けたということもあって、この2年目のドリームジャーニー以降しばらくね、メジロマックイーンの系統に、まあ、ステイゴールドがつけられることはほぼなかった。まあ少なくともね、出産したということで言えば、ドリームジャーニーの次のこのステマ配合の出産例が、もうね4歳年下ドリームジャーニーの弟のオルフェーブルだったり、あとはね、セントライト記念を買ったフェイトフルウォー、この辺りまで行ってしまいます。ただね、この辺りも勝ち上がり強かったというか、まあ、このドリームジャーニーの配合を見て2008年の生まれ、つまり2007年の種付けだから、2006年暮れのドリームジャーニーが2歳王者になったことを受けて、まあ、メジロマックイーンの肌にステイゴールドをつけてみようという動きがね、徐々に広がったんですね。で、その翌年2009年に生まれた、2008年に種付けされたのが、そうゴールドシップということになります。まあですのでね、これ父方の祖父サンデーサイレンスと母方祖父メジロマックイーンは同じ車台スタリオンステーションで、同じ隣同士のね放牧地で非常に仲が良かったなんていう話がねあってですね、まあおじいちゃん同士仲良しだったみたいな配合でもあるんだけれども、まあ、この配合に注目が集まるようになっていった。まあ、そしてね、そのドリームジャーニーの後、2008年に生まれた、ステマ配合までですね、この配合の牡馬は全部勝ち上がるというね、非常にニックス配合というかね、人気の配合となっていくわけです。まあ、人気の配合にはなったんですが、結局ゴールドシップが最後の重賞勝ち馬になりましたね。4頭だけ重賞勝ったのが。まあ、その後は真似して配合してみたものの、まあ、そこまでニックスかなぐらいの感じになってしまったんですが、これ一世を風靡した2004年、2008年、2009年の生まれのステマ配合の馬たちがね、一世を風靡したと。まあ、そしてですね、そのおかげでメジロマックイーンの血筋が広く残っていくことになった。まあこうやってね、ステイゴールドを種付けされた他のメジロマックイーンのを父に持つ、あのそういうね繁殖牝馬たちも多くの、まあ、メジロマックイーンの血を持つ馬たち、子孫たちっていうのを残すチャンスに恵まれたという中でですね、まあ、このメジロマックイーンの、ね、残してきた結果っていうのに、まあ一つ触れておくとね、天皇賞三大制覇っていうね大記録があります。日本の馬で同じ G1 を、まあ、父系で父ちゃん子供孫というような形でですね、三大制覇したっていうのは今のところこのメジロアサマ、メジロティターン、メジロマックイーンだけなんですね。同じ G12 着ってことで言えばね、例えば今年の、ダービー2着のエフフォーリアなんかは、まあ、おじいちゃんのシンボリクリスです、そしてお父ちゃんのエピファネイア、そしてエフフォーリアと全部ダービー2着みたいなね、あの謎の記録はあるんですけども、 G1 勝ちという点で言えば天皇賞三大制覇、メジロアサマ、メジロティターン、メジロマックイーン。まあ、ところがね、このメジロマックイーンの3区たちが、まあ、なんとかねチャンスはあった馬もいたんだけれども、まあ、北斗スルタンが天皇賞秋に登録した時には、まあ、あの森のハゲの野郎の、ね、馬がね直前で登録してきて、まあ、ルール上では、ね、いいんだけどね、出走順19番目で北斗スルタン除外というような事件があってですね、
まあ、それ以来あの森秀幸旧車大輝 あまり好きじゃないんですけども、いろいろ文句ばっかり言ってんですけども、まあ、そんなわけでね、あの天皇賞三大制覇四代目っていうのは果たせなかったわけですよ、まあ、ところがですね、まあ、孫のゴールドシップが天皇賞春3度挑戦してようやく勝ったと、まあ、もちろんね孫なんで四代制覇っていうのとねまたちょっと違うんだけれども、ただこれ一つね、このメジロマックイーンの3区の重賞勝ち馬たちの中で毛色で言うとドリームジャーニーは影、まあステイゴールドからつながる影の系統で、オルフェーブルはクリゲ、まあ、これもねあのメジロマックイーンの足毛を引き継いではいないわけですね、まあ、そしてフェイトフルウォーは黒影ということで、メジロマックイーンの足毛を唯一引き継いだステマ配合の重賞勝ち馬がゴールドシップだったと。そのゴールドシップが三度挑戦して3度目の挑戦でこの3大制覇のメジロマックイーンの系統がこの血を持つ馬がね天皇賞を勝ったわけですよ、まあ、そう考えるとステマ配合の馬たちの中でメジロの足毛、アサマ、ティターン、マックイーンと引き継いできた足毛でですね、この足毛の遺伝子が天皇賞4代目の制覇というふうに言ってもいいんじゃないかなと。僕はねこれだからメジロの血を、メジロのその毛色をね受け継いだ馬が天皇賞勝ったというのは非常に嬉しかったです。まあそしてね、あの宝塚記念の3連覇っていう記録、3連覇って記録はねやっぱ難しいんだけれども、まあ、メジロマックイーンも天皇賞春3連覇ができなかった、ライスシャワーに阻まれたなんてことがあった。まあ、そして、まあ、ゴールドシップも宝塚記念3連覇を目指して出走したんですね。衰えを見せ始めた前年、まあ、ちょっとね有馬記念の結果に納得がいかないってことで有馬記念から連戦でアメリカジョッキークラブカップに出走して AJCC にね出走してまた負けると連敗、馬券外と。この時ね単勝1倍台の人気だったんだけども、さすがに有馬記念から AJCC 出てくるのを年明け初戦リフレッシュしたとは言わんやろということでね、馬券的にはこれ消してみたところね、まあ僕これ馬券取ったんですね、ありがとうございましたゴールドシップさん、おかあのあなたを消したおかげで馬券取れましたみたいな感じでね、169,220円、いや美味しかったです。まあそしてね、あの史上初の同一 G1 3連覇を目指した単勝 1.9 倍の宝塚記念の前に、まあ天皇賞勝ってね、やっぱ復活して強いじゃんという中での単勝 1.9 倍、史上初の同一 G1 3連覇がかかった宝塚記念、自分でね立ち上がって2秒出遅れたのがあの宝塚記念ですね。自分で立ち上がっちゃってあの消えた夢と。まあ、この後ね、あの同一 G1 3連覇 JG1 ってまあ障害競争という括りにはなるんですが、ゴールドシップと同じ父ステイゴールドの、まあ、お重長さんがですね中山グランドジャンプ3連覇を達成してます。今年4連覇は達成できなかった。まあ、ちなみにねその後同一 G1 3連覇って記録はすでに達成されてまして、オメガパフュームがですね去年まで東京大賞典3連覇、東京大賞典は2012年からだったかな、大井の地方競馬のレースですが海外馬も出走できるようになって国際的に G1 の格付けを得てますからね、同一 G1 3連覇という記録は達成されてしまいました。まあ、そしてその後の有馬記念でもこの宝塚記念で立ち上がった年、引退が決まった有馬記念、またゴールドシップ人気になったんですけどもね、人気になったんだけれども、まあ、それでも一番人気だったわけですよ。まあ、ただね力の衰えは隠せませんでした。上り馬ゴールドアクター、シップじゃなくてアクターの方のねゴールドが勝ってね単勝、3連単125,870円、これもいただきました。まあそんな中やっぱね名馬っていうのは力が衰え切るまで走り切ってこその名馬ですよ。最後負ける姿を見せて次の世代への世代交代を見せるっていうのも一つ の競馬の継承だと思います。まあそんな中でね、まあ引退式のね、まあレースが終わってから引退式の間、いわば引退式の前座に立ち上がったのがですね北島三郎さん、まあそうで3着に北三ブラックが入ってたんですよ。有馬記念の3着翌年の主役だぞというね3歳馬、北三ブラックの馬主として来場していた北三ブラックの馬主のね北島三郎さんが場を持たせるために、俺の馬もちょっと頑張ったしここは景気づけに歌ってやるよと、ゴールドシップの前座をね紅白50回出場の大歌手が51年連続選出の大歌手がですね務めてくれたというぐらいね、
ナ・サンブラックじゃないじゃん、ゴールドシップっていうのは、まあ、偉大な馬だったわけですよ。サブちゃんさえ前座ですからね、人間なんてね。まあそれぐらいの偉大な騎手、まあそれもあってなんですけども、もうそれこそね、引退式に残ったファンの密度ってことで言えば、まあ、G1 が終わった後そのまま引退式やりますよと、引退レースの後そのまま引退式っていう名馬はその頃結構多かった。1998年の待機シャトル以降そういう馬が多かった中で、中でも一番やっぱ人が残ったのはね、有馬記念の後ってこともあるけど、ブエナビスタの時よりオルフェーブルの時より、まあ、両方現地で見てます、ゴールドシップの時の方が多かった。やっぱね、一番多くの人に見送られた人気馬っていうのは、引退式参加者が多かった名馬っていうのはゴールドシップ、当時からだから人気だったということは言えると思います。まあそしてね、それだけ長い現役生活だったんで、日本人騎手ゴールドシップにレースで騎乗した3人全員ね、引退式に集結したんですね。これもやっぱり、まあ馬主の小林栄一さんのお声掛け、そういう意味ではお人柄。ゴールドシップのお父ちゃんのステイゴールドの時は引退式熊沢は呼ばなかったからね、車台レースホースなんてそんなもんだよね、商売とはいえドライなもんだなと、熊沢呼ばんのかっていうようなね、ヤジがね飛んだような記憶もするし、飛ばしたの俺だったかもしんない、俺も言ってたかもしんないなというぐらいねだったんですが、ゴールドシップの時にはその日本人でゴールドシップにレースで騎乗した騎手3人全員小林栄一さんのね、あの勝負服を着て引退式に駆けつけたと、どんだけゴールドシップが愛されたかっていうのをね示す一つの話だと思います。まあ、なのでね、一番多くのファンに見送られ、一番多くの騎手が引退式に駆けつけ、サブちゃんまで引退式の前座で歌ってってね、正直、まあ、競馬人気自体が下降戦って言われてた時代だからいろいろ言われないけれども、周りの環境の中で一番愛されてた馬ってのはゴールドシップなんじゃないかなと。他にもね、足毛で愛された馬とかいっぱいいたけれども、人に恵まれたサブちゃん前座で騎手全員駆けつけてとかね、そういうの全部出したら、これまでの競馬史上一番愛された馬がゴールドシップだったんじゃないかなと。今でもね、馬娘で知ってくれる人ってね、人が増えてね、今でも愛される人、愛され度がどんどん上がってる、日本で最高に愛された馬として語り継がれるべき名馬だと思います。以上、ハッチーでした。